はい、本日はお忙しい中ありがとうございます。8月13日、もうあと10日ちょっとで真夏の後楽園大会が始まるんですけど、今回は、4大タイトルマッチを中心にラインナップしてますんで、今日はそのちょっと意気込みを聞いてください。それでは第1試合からいきます。 3way バトル15分1本勝負、安住対ルアカ対ハナン。はい、先月後楽園大会でこの 3way を1回やったんですけど、その時ハナンが自分に何か貸したいとか何とかって言ってるんですけど、自分はまだこんなド新人なんかに負けてらんないんで、先輩としてきっちり貸したいと思います。はい、今回このメンバーでやる 3way は2回目ということで、自分がこの2人がバチバチしてるんですけど、自分はそこを圧勝したいと思います。はい、自分は安住さんしか見ていません。後楽園大会で安住さんに次は絶対勝つと言ったので、次の後楽園で安住さんに絶対勝ちたいと思います。はい、じゃあすみません、こちらお願いします。はい、行きます。お願いします。3、2、1。もう一枚いきます。3、2、1。続きまして、ファイブスターグランプリ2017出場権争奪戦15分本勝負、ソーラナツコ対中野タモ、お願いいたします。女ラブサトーラナツコです。今回の試合はただのシングルではなくて、ファイブスターの最後の一枠の出場権を争うシングルになります。中野トム選手は、以前から、スターダムに上がるのが夢だったとおっしゃっておりましたが、夢は寝ている時に見るものだと思っています。自分もスターダムとして、スターダムとしての意地もあるので、必ずこの戦いに勝って自分がファイブスターに出場したいと思います。こんにちは、フリーの中野タムです。神が与えたもうたチャンスだと思ってます。7月の後楽園ホールで強行突破で参戦直走させていただいたことが、こんな形で実るなんて本当に思ってもいなかったんで、すごくすごく嬉しいです。神と応援してくださる皆さんが与えてくれたこのチャンスを絶対に掴んで、寝ている時に見る夢ではなくて現実にこの夢をもっと大きなものにして叶えたいと思ってます。トーラナツコ選手は私がずっと憧れてたスターダムで戦ってる姿をずっと見てきました。今まで見てきたそのリングの夏子選手と私の想像していた夢が融合するっていうのかなっていうのがすごく楽しみです。絶対勝ちます。じゃあお願いします。3、2、1。はい、3、2、1。続きまして、防衛タッグマッチ20分日本勝負、尾藤陽子、穂波対三村ひろみ、ギャビー・オーティス対渋沢式、スターライトキッド対木村花、クリス・ウルフ、発声者お願いいたします。三村ひろみです。見る通りこのわちゃわちゃしたタッグの4ウェイということでね、私今回ギャビーと組ませてもらうんですけれども、このわちゃわちゃしたものをさらにさらにかき乱して、私とギャビーのチームが必ず勝利したいと思います。はい、スターライトキットです。今回しきちゃんとタッグ、しきっとタッグが2回目なんですけども、こんなに人数が多い試合はちょっと初めてなんですが、頭を使ってスキットタッグが勝利をしたいと思います。よろしくお願いします。はい、4ウェイのタッグは初めての形式なんですけども、
尾藤さんが復帰してずっと自分とタッグを組ませていただいて、一番スターダムの中で信頼できるタッグパートナーが尾藤さんなので心配はないと私は思ってます。はい、そうですね、私も 4way タッグというのは初めてなんですけども、やっぱりね、ずっと今組んでいるコナミと一緒に戦えるってことはやっぱりこれはすごいチャンスだと思ってるので、ここでもね、圧勝してね、うちらの力を見せつけたいと思います。Hey, Hana. We have a four-way match with so many meat. There's a lot of youngins. Hey. I got this big one over here. Juicy, ne? What do you think? まあでも現実的に考えて、この中で一番素直で可愛らしくて頭がいいのは大江戸隊のクリスと私なので、フォーエタック何人いようと誰が来ようと大江戸隊には関係ないんでね、美味しい肉いただきましょう。はい、ありがとうございます。じゃあすいません、こちらお願いします。はい、行きます。じゃあすみません、お願いします。はい、行きます。3、2、1、もう一枚行きます。3、2、1。So it is my time to make a name for myself in Stardom and to become the next generation Gaijin of this company. And to do that, I have to take on Toni Storm at Korakuen Hall for her title. I've beaten you times and times before, and now it's time to do it again. Hey Zaya, so welcome to Japan, welcome to Stardom. I don't know if you've realized this yet, but I kind of run this whole thing. And I hope you like being dropped on your head as well, because that's exactly what's going to happen when you step into the ring with me. It's not called Zaya time, it's called Toni time. Watashi wa Saikyo. Zaya, 久しぶりだね。日本へようこそ、スターダムへようこそ。で、スターダムで今どうしてるかわからないけども、自分は見てないけれども、一歩リングに入ったら、ザイヤの時間じゃないよ、私の時間だよ、私の時間ですからね。で、私は最強。もう一番お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあこちらお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、行きます。3、2、1。もう一枚行きます。3、2、1。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、行きます。3、2、1。もう一枚行きます。続きまして、ハイスピード選手権試合30分一本勝負、王者シャナ対挑戦者マリー・アパッチェ、第14代王者シャナの初防衛戦となります。
Mary Apache, I accepted your challenge for the high speed title. Not because, you know, I don't respect you, not because you're not a good wrestler. Because you are. You're a 22-year-old veteran. You've been all over the place. You're a massive champion in AAA. And I've only ever dreamt of being there, you know what I mean? So I want to measure force, my force with you. I want to measure my skills against you, one-on-one, one last time for this title. That's why I accepted your challenge. I deeply and immensely respect you. So no matter the outcome of this match, I will always respect you. マリアパッチェ、私はあなたの挑戦を受けました。というのは、あなたをリスペクトしているとか、あなたが素晴らしいレスラーだからとか、そういう理由で受けたんじゃない。で、あなたは22年のベテランであるけれども、で、ベテランであり、いろんなところで戦い、トリプルエアでチャンピオンにもなった実績がありますよね。で、ただそれで受けたのではなく、私が挑戦を受けたのは、あなたのスキルに対して、私が1対1で戦った時にどうなるか、それを、証明するために、私の方が上であることを証明するためにこのタイトルをかけて、戦うことを自覚したんですよ。だから挑戦を受けました。ただ深くリスペクトしている、その気持ちは、変わらないです。Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, agradeciendo al señor Rocío Gawa nuevamente por esta oportunidad de trabajar con esta empresa. Sí, estoy muy contenta de estar nuevamente aquí porque vengo de una sangre de luchadores. Primero mi papá, digo, en paz descanse, ya no está aquí con nosotros. Pero esta lucha quiero ganarla, una porque es una buena luchadora Shana. Entonces a mí me gustan los retos y ella considero que es una buena luchadora. Entonces estoy segura de que lo voy a ganar. Primero porque esta lucha se la dedico a mi padre, porque es una leyenda, fue una leyenda, un gran luchador a quien amo y respetaré siempre. Y segundo, por mi hija Natsumi, a quien le quiero dar un ejemplo de que ella tiene que ir siguiendo y siempre seguir siendo más, más, más mejor, porque viene de una sangre de luchadores, que sería la tercera generación. Y estoy segura de que entrenando mucho, ella también va a ser una muy buena luchadora. Y sí, estoy segura de ganar el campeonato, muy, muy segura. Tengo 22 años de trayectoria dentro del medio de la lucha libre. Y sí, no hay rival débil. Shana es muy buena y esperemos pues que gane la mejor, pero en este caso va a ser yo. Gracias. こんにちは、皆さん。この団体で、戦えることを非常に私は嬉しく思っています。で、私の家族、ファミリーには、パパグランパッチェさんですね、パパの血が流れているんです。で、今度のルチャは、シャナというルチャドーラとの対戦ですけれども、この試合はまず第一に、私の亡くなったパパのため、ファミリーのための戦いになります。で第二に、日本に来て練習している夏美のため、娘の夏美のための試合でもあります。で娘にも、もちろん、ルチャの血が流れているんです。パパの血が流れているんです。でその夏美に、私が勝ったところを見せたい、チャンピオンになった姿を見せたいと思います。で私には22年のキャリアの続きがあります。シャナは確かにいいレスラーですけれども、私の方が優れているというところをお見せしたいと思います。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、ではすみません、こちらお願いします。はい、今お願いします。お願いします。はい、321もう一枚いきます。321お願
願いします。じゃあ行きます。3、2、1。続きまして、アーティストオブスターズ選手権試合30分日本勝負、王者チーム松本博代、米山香織、ジャングル京奈対挑戦者チーム白井梨央、バイパー、タガ。ただいま帰ってまいりました、女子プロ界のエース白井梨央です。この度ですね、照明の方が頚椎椎間板ヘルニアという診断でですね、結果が出て、でその治療のため欠場させていただいていたんですけれども、ドクターの方からゴーサインも出ました。はい、完治ということですね。まあ白井梨央完全復活したというところを見せるべく、まずはこのアーティストオブスターダムのベルトを取り返します。ぜひその姿、後楽園ホールに白井を見に来てください。はい、後楽園はバイパーと伊代さんと組んで、伊代さんの復帰戦でもあり、まあ、バイパーは救急に入っての初の後楽園なんで、まあ、アーティストのベルト、今京奈が持っているピンクのベルトは葉月にしか似合わないんで、まあ救急に持って帰ってきます。I'm still a little bit mad with it, so let me see if I can get my head around what I want to say here. I have that much respect for everyoneand our opposing team. They've done a lot in their careers, but I'm a queen now, and a queen needs a crown, and the blue artist of Stardom Belto, Ojo Osama, no crown. At Kurakin Hall, you will bow down to the queens. そのベルトを取って頭の上に乗せてあげるという、で後楽園ホールでは私たちに、あなたたちが、クリエクスがバウダウンザクイーンということになる。奴らをぶっ潰すだけですとかいうことがあるけど、この初防衛戦はチャレンジャーの方からぜひぜひそのベルトに挑戦したいっていうねお願いがあってのことで、これチャンピオンとして嬉しいことですよ。そして
イオおかえり。白井イオの復帰戦ね。イオの復帰っていうのもね、私は素直にこれ嬉しいんですよ。そしてそこでタイトルをかけて戦えるっていうのはこれまた嬉しい、もう嬉しい嬉しい嬉しい力をジャングルっていくぞー第15代アーティストオブスターダムチャンピオンチームジャングルってるジャングルキョウです。今ねスターダムにはね QQ とか、応援隊とか、まあ、ユニットがね、たくさんあるんですけども、ヨネさん、そして今いないんですけど、ヒロヨさん、あとね、トーラナツコ、そしてジャングル京奈、このね、チームジャングルってのはね、世界一明るくて元気で強いチームなんですよ。このチームがね、このベルトを持ってること、それが一番いいと思うんですね。スターダムとっても。ね、社長。明るい未来が見える。そうなんですよね。やっぱりなんか、救急はね、暗いっすよね、なんかちょっとね、アンニュイな感じがするんで、まあ、なんかこんなね、ちょっとアンニュイなね、チームにはね、絶対ね、負けませんよ。そして、貸してください、このタオルを。2017年、ハッピージャングルサマーにするためには、ここでの勝利が必須なんです。絶対勝ちましょう、いつか。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。あ、お願いします。救急、伊予選手に現れてバイパー選手加入して加わりましたが、で救急がかなり層が厚くなったと思うんですよ。何か。もう頼もしすぎますよね。見ての通りですけど、まあ私も何度もバイパーともう壮絶な戦いを繰り返しているわけで、もう肌身を持ってバイパーが強い、すごい、素晴らしいっていうことは分かっているので、だからこそ勧誘させていただきましたし、まあ、バイパーがいて、白井伊代がいて、葉月がいて、で、タッグは今回はトリオのうちには入ってなくても安住、桃がいて、この私たちでベルトが取れないわけがない。アンニュイとか言われましたけど、まあ、だから何がいけないのって感じですけどね。アンニュイの何がいけないのって。明るい、いや明るいっていうか、明るいっていうか、なんかちょっとダサいというか、ダサい、ダサい、ダサいも、なんかね、そういう人のことダサいとかいう心がダサいよ。じゃあやめます。はい、すいません、いいと思います。明るくて素晴らしいチームと今回対戦させていただきますけどね、バイパーがねぶっ潰してくれますので。でもまあ松本ひろゆとバイパーのぶつかり合いっていうのもすごく楽しみにしてる部分でも一つあるかなとは思います。ありますね、はい。バイパーと私のタッグとか、まあ、葉月もそうですけど、トリオとしての完成度とかもやっぱり秘策を練っていきたいなと思ってるので、うん、シングルマッチ、タイトルマッチっていうものの面白さもある中で、トリオの面白さも私は見せれる自信があるので、まあ、対戦相手このチームジャングルってるです、ジャングルってるですけど、まあ、相手に不足もないかなと思いますので、セミファイナルも激しい見応えのある試合になると私は自信があります。分かりました。他にご質問ある方いらっしゃい、お願いします。白井さん、怪我の回復状況というのは完全に 100% という考えでよろしいですか。はい、まあ、そうでないと復帰はしませんので、しっかりいいドクターと巡り合えて、でちゃんと治療して、その結果ですので、もう、ま、休んでたっていうね、試合を1ヶ月半、2ヶ月弱してなかったっていう事実はあるんですけれども、白井雄ですから、しっかり、万全にして、13日、後楽園ホールにも立ちます。今日はそうおっしゃってますけども、まあ、病み上がりの白井さんの相手ですが、その部分に関してはどうですか。白井雄、復帰おめでとうございます。そして救急にバイパーが入って
そしてね、今一番負けたくない葉月もいて、強い相手と戦えることが今純粋に自分は嬉しいです。この強いチームに勝つからこそチームジャングルってるが最強だって言えるんじゃないですかね。ひろえさんはなんでいないんですかね。諸事情ですよ。諸事情。ジャングルりすぎてるんですよね。ちょっと、うん、はい。今は忙しいんですよ。夏、はい。私たちはここでジャングルってますけど、松本ひろえはまた別のところでジャングルってるんですよ。心はつながってますから ね。大丈夫ですか。いないとダメですか。いや、大丈夫です。白井さん、はい、相手チーム一人と会見いらっしゃらないところ。いや本当代わりに聞いてくださって本当にありがとうございます。いやしかもなんか質問の答えになってなかったですよね。ねえ、まあここにサインはないんですけどね、8月13日の後楽園ホールにもしっかり現れてほしいなと思います、はい、今日はいないですけど8月13日は必ずガン首揃えてくるように。ベルトの上に置くかぶどうなの？どうせさコメント出したところでなんかアホな日本語使ってよくわからんこと言うやろな。別にいいねやろ。は大阪出身なんで別にいいでしょ、大阪弁使ったって。で、まあそんなまゆちゃんに今日は素敵なプレゼントを持ってきました。
はい、じゃーん、実用国語辞典、素晴らしい、拍手ね、この間もなんかよくわからない日本語を使っていらっしゃったので、ね、これ国語辞典持ってた方がいいかなと思って、もう常に持ち歩いとけよな。しかもあのポケット版って書いてるから持ち運びやすく、ちゃんとあのお前のこと考えて、お優しいね、優しい、こんな優しい人いないぜ本当。まあ、とりあえずあの試合後もお前喋ることあるんだろうから、あのちゃんと入場の時にあの水と一緒に置いて、ちゃんとマイク持つ時はそのポケット版の国語辞典を持ってね、自分の言葉が正しいのかちゃんと見ながらコメントとかね、マイクの発言をした方がいいんじゃないのかなと思ってね、今日は持ってきました。ありがとう。 いえはい、じゃあ今日はですね、あのそんな岩谷舞ちゃんのために花月先生が講座をちょっと開きたいと思いますね。ね、素晴らしい。はい、じゃあロッシーちょっとこれを持ってもらって、はい、じゃじゃーん。さあまず一つ目、はい、公私混同。はい、まゆちゃんが、この間初防衛戦した時になんか意味わからないマイクされてましたよね。ね、覚えてますか、公私混同。はい、この意味ですね、ここに書いてあるやつ、大きな声で読める人。後ろに素敵な子たちがいますね。はい、じゃあちょっと前に出て大きな声でこれ読んでみましょう。せーの、公の立場と私の立場をごっちゃにすること。はい、よくできました。拍手しろよお前ら。あ、ほんと礼儀がなってねえな、スターダムのやつらは。はい、よく言えました。はい、意味はですね、公の立場と私の立場をごっちゃにすること。はい、まさしくそうです、まゆちゃんね。大丈夫、それ釘付けになってるけど、私今講座してますから聞いてくださいね。はい、公私混同、なんか尾藤とよくわからない、掛け合いをしてましたが、ちょっと熱血しすぎて眼鏡が曇ったんで撮りますね。はい、子の立場、私の立場、リング上の岩谷真由ちゃんとプライベートの岩谷真由ちゃんがごっちゃになってるってことですね。ね、もう体を見たら一目瞭然、何やらカップラーメン麺職人が好きみたいですね、真由ちゃんね、麺職人をばっかり食べてるからこんなガリガリの体になってね、それが試合にも現れるということですよ。まずその1覚えてください。じゃあ次行きましょう、2枚目。はい、じゃーん。はい、現チャンピオン岩谷真由過去うんこの存在とはですよ、全部振り仮名振ってあげましたよ。あ、優しいでしょ。じゃあ次、岩谷真由存在とは、はい、出てきました、言語道断、言語道断。はい、この意味また大きな声で、読める人。はい、あら、また同じ人ですね、もう仕方ないね、みんなバカだから読めないのかな、振り仮名振ってあるけどな、読めないのか、外人は読めないよね。はい、じゃあ前に出てもう一回言ってあげましょう、この意味ですね。はい、大きな声で、せーの、あまりのひどさ悪さに言葉も出ないほどであること、もってのほかのこと。はい、よく言いましたということですね、あまりのひどさ悪さに言葉も出ないほどのことであること。はい、もってのほかのこと。はい、これがまさしく今の岩谷真由、イコールスターダムの存在ということですね。もうこれですよ、あまりのひどさですよ。こんなやつがですね、チャンピオンであるっていうことは本当に危機やばい、本当だから、まあ今回はね、この頭の
いい花月様がしっかりねベルトを取ってスターダムの、下の子たちにしっかりと日本語の講師を務めたいと思います。以上です。今の時間は何だったんですか？講座だよ、講座。先生、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 今日先生だから。先生と秘書。そう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 。偉い。偉い人たち。偉いか。そっか。第8代ワールドオブスターダムチャンピオンの岩谷舞です。今回赤いベルトをかけて花月と試合するんですけど。まあでもこの実用国語辞典はちょっとありがたいですね。このうんこれはちょっとリング下に置いといて試合後喋る機会があればこのこれを読んでちゃんと日本語を勉強していきたいなと思います。確かにな。言語道断ですね、今喋ることが。え、違うでしょ、ちょっと待って。言葉に詰まっています。言語道断ですね。え、違いますかね。違いますか。これは良くないですよね。今、覚えました。言語道断、道断。ちょっと待って、やばいっしょ、これもう。まあ、ね、日本語の悪さとプロレスのは関係ないので、自分はこの赤いベルトを絶対守って、花月とはいろいろ因縁があるので必ず勝ちたいと思います。でもまあハイスピードの試合でも花月に負けたことがないので、まあ今回も勝てるんじゃないかなと思ってます。頑張ります。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。ですから、まあ、正々堂々と戦いましょうということで、まあ、大江戸隊なりに正々堂々とやるっていう、まあ、乱入は言語道断だと思うんですけども、いかがでしょうか。お前頭いいこと言うな。まあ別によ、正々堂々と、まあ自分から言うとチャンピオンであるっていうことは今までのお前何読んでんだよ、聞いときゃちゃんと。まあね、今までね幾度もなく対戦しましたけども、まあそれを踏まえて正々堂々とって言ってますけどもね、そんなね何回も対戦してるのであれば私のことをよく分かってると思うし、チャンピオンであるならばそれを踏まえて勝つのがチャンピオンではないのかなと思っております。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。質問について、岩谷選手、どうですか。まあ、こういう隊なりの先生どうですかということで。まあでも自分は大阪で白いベルトをバイパー相手に防衛戦したときに、この大江戸隊のセコンドが乱入してきてもバイパーからきっちり3カウント取って勝つことができているので、まあ、今回も乱入されても必ず自分がワンツースリー取りたいと思います。乱入されようが何されようが武器使われようが何でもかかってこいっていう感じです。まあ、でも復帰してくれるのはすごい嬉しいことなので、でもまあ白井優が復帰することで自分の立場もちょっと危険になってしまうかもしれないっていう怖さとかもありますけど、まあとりあえずは第一は復帰、スターダムで復帰おめでとうございます、ありがとうございますと。
まあ、今度はあの逆の立場で自分が赤いベルトの王者として挑戦者白井をでこの試合をやりたいと思っているので怪我だけに気をつけて頑張ってください。お前らよ、あの言っとくけどよ、自分のブログ見たか？お前ら白井優が復帰することにほんわかしてたらダメなんだよな。これマジで言っとくからな。何がウェルカム状態だよ。あいつが帰ってくることによって前と同じ景色に戻ることがどんだけの団体にとってどんだけの損か分かってるのか。まあヨタにはさっき言ったけど立場が逆で挑戦者白井よ、それで勝つ岩谷が防衛してそれで進んでいくの。まあそれは結果としてはありだと思うけどお前らの危機感がなさすぎて自分はがっかりしてる正直。だから今回自分が挑戦してベルト取ってスターダムの景色変えてやろうと思ってこんな風に出てきてんだけど、おめでとうございます、ありがとうございます。そんな言ってるようじゃな終わってるわ。まあでもそれは危機感はありますよ、もちろん。北条帰りが抜けて白井が一回抜けて他の人たちで新しい景色をこれから作り上げていかないっていう覚悟はもうみんなしてたと思います。でもだからといってもともとスターダムにいた人が戻ってくることに対してなんでおめでとう、復帰おめでとうってお帰りなさいって言っちゃダメなんですか。まあそれは今後は まあいいや、はい。何か質問ある方いらっしゃいますでしょうか。お願いします。あまり関係ないんですけど、岩谷さん、先ほど辞書に載ってましたけど、はい、辞書を触るのってどれぐらいぶりでしょうか。あの本屋さんとかで並んでるのは見たことあるんですけどあまり手に取ったことがなくて、でも今の時代ってすごいなって思いますね。こんなちっちゃい本にまとめられて、ちょっと あまり目が良くはないので見にくいなっていう印象があります、辞書に対して。まあでもこのなんかすごいいっぱい漢字が書いてあって全部ひらがなが書いてあるのでちょっと1日1個ずつ日本語を覚えていきたいなと思います。これはいいプレゼントをもらいましたね。いや、特にはないです調べたい言葉すらも出てこないので、はい、ちょっと頑張ります。お願いします。はい、3、2、すみません、3、2、1、もう一枚いきます。はい、3、2、1、
願いします。はい、ありがとうございます。はい、行きます。はい、お願いします。はい、3、2、1、もう一枚行きます。3、2、1。はい、スターダムの明石の2冠王チャンピオンの岩谷舞です。自分は5スター優勝したことがなくて、毎年いいところまで行くような気はするんですけど、なかなか優勝にたどり着けてないので、今回の今年の5スターは優勝してシンデレラトーナメントと5スター制覇したいと思います。はい、5スター2016王者尾藤陽子です。2連覇がかかってるんでね、対戦相手に結構なんていうんだ、強い人がいっぱいいるんですけども、まあ、2連覇目指してここで尾藤陽子上に上がって頑張りたいと思います。去年初出場の5スターでとても、ひどい結果でした。1勝もできずという結果だったんですけれども、今年の三村、去年の三村とは一味も二味も違うということを皆さんにお見せしたいと思います。はい、新しくスターダムの講師になりました香月様です。5スターグランプリですね、初出場なんですけども、特にルールもよく分かりません。優勝したら何があるのかもよく分かりません。ただね、大江戸隊の誰かが優勝するでしょう。お楽しみください。5スターグランプリ初出場になるんですけれども、どんな大会かよくわからないんですけど、まあ、シングルマッチができるということで、一人一人じっくり味わえるのを楽しみにしております。まあ、大江戸隊の誰かが勝つのは目に見えてるんで、大江戸隊の誰が勝つか予想してみてください。Well, this is my first 5-star Grand Prix and I'm pretty excited about it, except for the fact that all my 大江戸隊 ex-teammates are in it. That's convenient and awkward. Thank you. But I'm gonna go on to win the artistsof Stardom Champion Belts first, and after that, I'm going to go on to win the 5-star Grand Prix, and everyone will bow down to the Queens. Ikuzo. 5-star Grand Prix 初出場になりまして、大江戸隊の全メンバーとも戦うことになるでしょう。で、まず第一に、アーティスト大江戸に勝って防衛して、次に 5-star Grand Prix を制して、みんなが私たちに響くことになるでしょう。そんな人生うまくいかねえよ。本当だ。同じ人生うまくいかねえっつってんだよ。 Okay. Okay. So, okay. This is my first time in Japan. This is my first time for Stardom. And I'm already being pushed up to the 5-star Grand Prix. It is time for Zaya Brookside to make a name for herself in Japan, in Stardom, and in female wrestling. Bring it on. 初めての日本、初めてのスターダムで初めて5スターグランプリに出ることになりました。ザイアブルックサイド、私の名前を親しめて、見せようと思っています。で、女子プロ界に私の名前を親しめます。そんな人生うまくいかねえよ。そうだそうだ。Hey Viper, good to see you again. Glad you're in the mix, as am I. I'm ready to mingle and get sweaty. Are you? As for everyone else, I don't care. It's all about the way to die.You can just eat it! Thank you. バイパーまた会えて嬉しいよ。で、大江戸隊があんたたちを食ってやるからね。じゃあ、ちょうどいいけど、最後からね。はい。お願いします。はい、3、2、1。もう一枚いきます。3、2、1。じゃあ、次はこちらをお願いします。はい、取ります。
はい、ありがとうございます。お願いします。はい、先ほどから、白井優のこと、私のことを脅威に思ってくれている選手がいて、そこは光栄かなとは思うんですけれども、私の自己評価としてはですね、今の白井優はベルトもなければ何も持ってないんですよ。毎年ね、このファイブスターグランプリ始まる前は一人前に頑張りますとか意気込みだけは述べているんですけれども、ここ数年結果も残せていない。今年は1からというか0からファイブスターグランプリ2017臨みます。じゃんじゃん投げてぐるぐる回せ、どんな相手も投げ倒す密林パワー全開、ジャングルってる女ジャンカオです。去年このファイブスターグランプリで散々な結果で終わってしまって、この1年このファイブスターグランプリのために強くなってきた、そう言っても過言ではありません。必ず結果を残します。はい、ファイブスターグランプリ初出場なんですけど、まあ相手に京奈もいるし、まあ今一緒に組んでる伊代さんもいるし、まあトニーもいて、まあ強い相手ばっかなんですけど、まあ自分が勝って優勝をして見せたいと思います。To have a look at this, I've beaten everyone in the team. Okay, this is good. This is my second five-star Grand Prix tournament, and you only need to have a look back on the past year to see how far I've come. I'm still the SWA champion. I was the winner of the Cinderella tournament. Five-star Grand Prix tournament?It's Tony time. いいわよ、ここにいるみんな倒してあげるから、私は2度目の出場になりますので、昨年に続いて2度目の出場になりました。で、私は今も現在も、SWAのチャンピオンだし、今年のシンデレラトーナメントも制した。だから、ファイブスターグランプリはトニータイムになりますよ。はい、ファイブスターグランプリ初出場になりました、コナミです。私は初出場なんですけども、どちらかというとシングルマッチの方が得意なので、自分を信じて勝ち進んでいきたいと思います。いきます。お願いします。お願いします。3、2、1、もう一枚いきます。3、2、1、すみません、こちらもお願いします。はい、取ります。もう一枚お願いします。はい、先生、こちらお願いします。いきます。はい、じゃあ、すいません、こちらもお願いします。はい、取ります。はい、もう一枚。